ラブ&フリーダムさんほか、いろんな婚活系 YouTuber の方、婚活頑張ってるんでね、私は私で、就活じゃなくバイト活に勤しむことにしました。で、このレストラン、ちょっとね、どこのレストランかはちょっと隠します。なぜかっていうと、落ちるもへったくれも相手にされなかった時、ちょっと悲しいんでね。だけども、グルメの方はね、この、メニューを見ただけで、あ、このレストランどこそこだってすぐ分かるかもしれないですね。で、このレストラン、Google に載ってたんですよ。パートタイマーでバーバックとバーテンダーと、あとサーバーだかプレップクックのどっちかかな。あ、サーバーはバージニア州の方でしたかね。なんかこれチェーン店なんで、メリーランド州もにもバージニア州にもレストランが、お店があるんですよね。で、私が住んでるロックビル、シティオブロックビル、ここにも出てたんで、バーバックとバーテンダーというふうに書いてあったんで、ついに履歴書を持っていきましたよ。で、そのスマートフォンで見た時に、スマートフォンじゃなくて、私、ノートパソコンで、もしかしたら申し込んだかもしれないですけども、なんか申し込む時になんか3つ選べるんですよね。リンクドインで申し込みますか、それとも Google で申し込みますか、または E メールで申し込みますか、だから Facebook で申し込みますか、だから何やらっていうの載ってたんで、で、私リンクドインの方を選んだんですよ。だけども何の返事も、ないんですよね。で、それでも次の日って見たら、バーバックジョブニアミー、ニアミーって私の近くってことですね。で、見たらやっぱり日を1日が経つと同時に3 days ago、 4 days ago ってなってて、今日はなんか6 days ago みたいに書いてあったんですよ。で、あれじゃ誰も申し込んでないのかなとか思って、で、私紙にプリントして、こうやって紙を紙に印刷して、これなんですけどもね、でもちょっと恥ずかしいことが書いてあるかもしれないですね。ちょっとね、ここ紙が見えますよ今。この紙、右上の、これ私の履歴書なんですよ。で、一応こうやって印刷もして、で、それで持っていこうと思ってたんですよね。で、おととい犬の散歩があったんですよ、アルバイトで。で、その帰り道でもよかったんですけども、その印刷した履歴書を車に積んでおくの忘れたんで、でもいいや、反対方向だからまた今度でいいやと思って。そしたら今日、主人がですね、ある食料品、スーパーマーケットに買い物に行くから、そのついでに履歴書持っていけばって言ってくれたんで、で、そこのレストランに主人が並んで、行列になってるんでね、その6フィート以上離すって。なんか日本のテレビでは2メートルって言いますけども、ここでは6フィートで、6フィートって本当は182点なんとかセンチメートルなんですよ。大まかに言って183センチっていうふうに言う場合もありますけど、なんか厳密に言うと182点なんとかかんとかって言うんですよね。で、この6フィートで、なぜいちいちセンチメートルで覚えているかと言いますと、この婚活の、アメリカの婚活って言いますか、その非モテ界隈でこのエンサの声があるんですね。女性が理想が高すぎると。で、
あのラブフリさんの、あのビデオではなんか年収600万とかっていうなんかそういうビデオありましたよね。でだけどアメリカの婚活なんかもっともうすごいですよ。あのシックスフィギュア、シックスフィギュアってフィギュアってフィギュアスケートのフィギュア、まあ、数字のことですよね。6桁っていうと何、6桁っていうと0が6つなのかそれとも5つなのか分かんないですけども、まあ多分あの1000万円ってことじゃないですか。その60が5個、それとも6つかな。あ、ちょっと私もあののんきですね。もう私はひも手上がりの既婚者なんでね、あもう気にしないいいですよ。でその6フィギュア、6フィギュアで6フィート、そのまあ身長が6フィート、まあ、ってことは身長 182. いくつセンチメートルってことですよね。であと腹筋が、あのお腹のとこ、あの腹筋が6つに割れていることと、あと車の馬力が600、まあ、要するに高級車ってことですよね。であと教育は6年間ってことは大学院ってことですよね。その大学4年生とあの修士課程で6たす2で、あじゃない4たす2で6ってことじゃないですか。いや大変ですね。アメリカ の婚活大変ですよ。うちの子供はまだ13歳ですけども、いやせめてね、あの背が高くなってくれないと結婚ができない。でまあ結婚したい、あの、まあ、本人がしたくないならいいんですけども、もししたい場合できなくなっちゃうと困るんで、であのあこれは私一人の考えですけども、あんまり勉強ってギャーギャー言うと背が低くなると思うんですよ。なのであのまあ中学受験はしていませんということですね。あであの紙をあの履歴書持って行ったんですよ。そしたら最初なんか もちろんお店ガランとしてましたよ。もうあのデリバリーかまたはピックアップ、グラブ&ゴーですね。なのでお店なんか、なんかこう受付の人が一人いて、で私その人に渡したんですよ。あのあなんか募集があるの見たんで履歴書持ってきたんですけどって言ったら、ああマネージャーがいるからって言って、そしたらマネージャーのまあちょっとかなり恰幅のいいおじさんが出てきまして、で今こんな状態だから、今はあの誰も雇ってないんだけどってまあ言って、で、あ、じゃあそうですか、あれなんて、あその人あの今こんな状態だから、まあ、このコロナ騒動が終わってから、まあ、募集かけると思うからって言ったんですよ。で、まあ、その場の雰囲気でですね、まあ、そのマネージャーの人私に履歴書を返したそうな素振りみたいな感じもあったんですけども、私あのさっと あそうですか、はいって、あじゃあその時にみたいに言って、私パッと帰ったんで、まあ履歴書を突き返されるってことはなかったんですよ。だけどもし私が あそうですかとか言って履歴書を返してほしそうな素振りをしたら返してくれたかもしれない。だけどもまあ持っててほしいですからね。で私ももちろん鬱陶しいことは言わなかったんですよ。例えばですね、あこの間 Google で見ましたよって、6日前になんか募集出してたじゃないですかとか、そういう鬱陶しいことはまあ私は一言も言わなかったんで、まあ、なんかその会社なんか企業もいろいろあるんじゃないですかね。その募集とか本当は人が、いらないんだけども定期的に出したいのか、まあ、どういう思惑だか分かんないですけども、で私もできれば本当の本当は私はケータリングの、人材派遣会社ケータリングの方に本当は行きたいんですよ。だけど もうケータリングってちょっと
今もう結婚式もお葬式も何もかもズームでやっちゃったりとかしてるんで、でしかもケータリングって食べ物がどう絡んでくるので、なんかこうそもそも飲食がもう無理っていうことなんで、まあこの状態が今どのぐらい続くかわからないで、あとニュースでよく見たんですけども、まあ、最近そのいわゆるアル中ですか、アルコール依存症が、まあ、増えてきていると。で今まで飲んでなかった 人でも飲むようになってきたっていうふうに、まあ、書いてあったんですよ。まあ、それ分かりますよね。なんか、まあ、白人、まあ、特に東ヨーロッパ系って言っていいんですかね、なんかなんとかっていう酵素が、あれ酵素を生む機能があるから、だからあの人たちはお酒に強いんだみたいな。でアジア系で特になんか台湾の人は 40% の人がなんやらかんやらみたいに言って、まあアジア系の人はお酒に弱いと。で特に女性の場合、もう私なんかもろにそうなんで、もう私は、まあ、自分ではアルコール不耐性とか、あとエージャンフラッシュ、エージャングローって言って顔が赤くなるの、それ私ありますんでね。で、まあ、だけどもまあやり方次第ではお酒が飲めない人でもそのバーバックとかバーテンダーとして働いている人はたくさんいるっていうことは聞いてたんで、まあまあ一応その Google で見たここのレストランの募集にまあちょっと応募したんですよね。で、まあ、だけれども私こうやって家にいるの苦にならないですね。私が長く家にいれば、その分家もすごい綺麗に、もう水回りとかも年がらもう掃除がすごい行き届いてすごい綺麗だし、で、家にいるの苦にならないですよ。まあ、英語の勉強したりとかしてるんで、ニュースもう必ず見るようにしたりとか、あとまあ、裁判所関連の YouTube とか、あとお医者さんが出してる YouTube とか、そういうのを見たりして英語の勉強にもなるし、苦にならないので、まあまあ、仕事があればあったでそれは嬉しいですけども、だけど長時間仕事に出るってことは、まあ家族との時間も少なくなると、それもまた寂しいし、まあまあどっちに転がってもいいですっていう感じはありますね。でここのレストランに今日出したんで、あともう一件そのバーバックとバーテンダーをの募集かかってるのをちょっと見たことあるんですよ、別のレストランで。そっちの方はちょっと1ヶ月ぐらい待ってからその、履歴書を持っていこうと思いますね。まあまあ家にいるの苦にならないんでね、まあ私も30代とか40代であればもう仕事とかって思いましたけども、もう私50歳なんでね、仕事がないんであればもう家で家で過ごすの苦にならないんで、でまあ時々犬の散歩のアルバイトしてっていうそういう感じですかね。まあまあ日本でもアメリカでも、まあ、仕事が減ってまあ、それが生活に響いている方とか、まあ、大変だと思うんですけども、まあ、うちは子どもの給食がもらえるんで、その給食の量が結構多いんで一人分なのに家族3人で、まあ、ちょうどいいんですよ。なのでなんか奥様ランチみたいなのを、まあ、食べてますね。はい、じゃあということで、15分になってしまいました。では皆様頑張りましょう。ありがとうございました。